火星衛星探査計画は2024年度による打ち上げを目指している宇宙航空研究開発機構主導による数カ国の国際共同新宇宙探査計画。火星の衛星フォボスとダイモスを観測し、そのうちフォボスからサンプルを採取して地球へ帰還することを想定している。打ち上げには H3 ロケットを使用する。総開発費は464億円を見込む。 火星の第一衛星ホボス火星の第2衛星ダイモス2024年9月打ち上げ2025年8月火星周回軌道投入2029年9月地球期間の約5年と想定して計画されている探査機は火星を周回する軌道に入ってからホボスを周回するクソに移り搭載機器によるホボスのリモートセンシング観測を行うそして 一回もしくは二回探査機の持つ足で着陸して表層の砂を採取する。一回のサンプリングで1 0ム以上のサンプルを採取することを目標としている。これはロボットアームとコアラー機構を組み合わせたシステムにより行われる。またガスを利用したニューマティックサンプラーも搭載しサンプルを取得する。サンプルを取得後、地球に帰還する前にダイモスを フライバイ観測することも計画している。科学、工学の両面から以下の目的を検討している。火星の衛星の起源には、小惑星が火星に捕獲されたものとする捕獲説と、火星への巨大衝突によって生じた破片が集合して、形成されたものとする巨大衝突説の二つがあり、サンプルリターンや文光学的探査によってその起源を明らかにすることを、 大きな目的としている。アメリカ航空宇宙局、ドイツ航空宇宙センター、フランス国立宇宙研究センター、ヨーロッパ宇宙機関も参加する日本主導の国際ミッションでもある。NASA からはガンマ線中性子分光計が提供され、MMX に搭載される。開発を担当するのはジョンズ・ホップキンズ大学応用物理研究所である。CNES と DLR は 小惑星探査機ハヤブサ2に搭載した小型着陸機マスコットの後継として小型ローバーを開発し MMX に搭載する。小型ローバーは MMX の着陸より前に火星衛星表面に降り立ち表面レゴリスの素性を分析し MMX のミッションリスク軽減するとともにミッションを最適化する。またマスコットでは一次電池であったが小型ローバーには 太陽電池が搭載され、数ヶ月の表面観測が可能となる。2019年6月18日、JAXA と DLR は協定を結び、MMX 探査機に搭載する小型ローバーの CNES との共同検討のほか、ドイツ国内の落下等を使用した実験機械を提供することや、サイエンスを通じたドイツ科学者の参画を支援することが取り交わされた。 2019年6月27日、JAXA と CNES は MMX 探査機に搭載する近赤外分光計、飛行力学の知見、小型ローバーの提供を受けることについて、開発に向けた準備段階の共同検討を行うことに合意した。2020年9月10日、JAXA と NHK は 4K、8K カメラを共同開発することを発表した。 一定間隔で撮影した画像は一部を地球に伝送して滑らかな映像にし、オリジナルの MMX カプセル内のメモリーに記録し、地球に持ち帰ることを計画中している。ありがとうございます。